島根、沖ノ島町で去年8月保護された片足のない赤ウミガメリブ右の前足に網が絡まり壊死んとか命を取り留めましたが糞からプラスチックごみも見つかり瀕死の状態でしたウミガメは前足を使って泳ぐため右前足を失ったリブは海へ帰ることができないと思われていました しかし島根から兵庫の水族館に送られ地道に泳ぐ練習を続けた結果リブは後ろ足を使った独自の泳ぎを編み出したのです大水槽の中を悠然と泳ぐリブ確かに3つの足を上手に使って泳いでいます息継ぎも問題ななくできるようになりましした。そして、 午後からおよそ1年ついにふるさとへ帰るための最終関門へと挑みました自然の海に近い環境で問題なく泳げるのかどうかを確認します特に泳ぎとかあとは行き継ぎとかにも問題はなくてあのラグーンの中でご飯にありつけなかったとかっていうこともなく特に問題なく進んでいるのかなと思います 最終関門は無事合格。しかし、ここで困ったことが雨で水が濁り泳ぎ回っているリブが行方不明になってしまったのです水族館の職員が総出で探したところ探し始めてから1時間半後ようやく発見。 め元気で元気です。大海原への訓練を終えたリブ。土曜日に無事ふるさと沖ノ島町の海へ旅立っていったということです。千葉県三武市にある動物病院で治療中の子猫がいました。まだ生後1ヶ月ほどの3匹の兄弟と見られています。子猫たちは今月10日。 病院の玄関の前に捨てられていたのですこれは設置された防犯カメラの映像です画面右側から現れた黒い帽子をかぶった人物子猫たちを置いていったとみられますそして白い車が前に停車周りの様子を伺い走る車が通り過ぎたのを確認すると 乗り込んで去っていきましたその翌朝病院のスタッフが玄関の前に段ボールが置かれているのを発見中には衰弱した子猫がいたといいます映像を見た院長は結構慣れてる感じなんですよねカメラの四角の方から入ってきてでここに捨てて素早くこう逃げる準備をしてたんだと思うんだけど 追いついてきた車に乗って、そのまま走り去る映像が残ってるんで、防犯カメラの死角を知ってたのかなって気がしますけどね。車を向こうに。実は。この動物病院に猫が捨てられたのは、今回で3回目。うん、去年も3匹捨てられており、院長は防犯カメラの映像から。今回と同じ人物によるものではないかと言います。 で同じように段ボールを抱えてで看板の後ろのカメラの四角から入ってで同じ位置に息してますね。を被害を受けて動物を捨てる行為が犯罪であることを記した看板を作りましたが猫たちは、その看板の目の前に捨てられていました。 病院も次々に捨てられる動物を預かることはできず保健所に連れて行かざるを得ないのが現状です病気にかかった子猫たちを治療していますが今後に関しては検討中だといいます まあスタッフたちだって動物が好きでこれ始めてますよこういう仕事そういった人たちがいる場所だってあえて知っててそれをやるっていうのは僕らの心の傷をあえて与えてるのを知っててそれをわざわざ行っていくって行為なのでまあやっぱりりそれに関してはもう言い切りしてもいかないんです捨てた方にはもう本当にねしっかり責任は取っていただきたいなと思います病院側は被害を食い止めるため警察に相談したということです。 上野動物園のジャイアントパンダの双子の赤ちゃんの最新映像が公開されましたこちらは双子のうちのオスの赤ちゃんパンダ保育器の中で大きなあくびをしています耳の周りなどの黒い模様がはっきりしてきていてよりパンダらしくなってきています一方オスの赤ちゃんパンダが保育器にいる間メスの赤ちゃんパンダは母親のシ身と一緒に過ごしています 心身にとってもこの間一頭に集中して子育てができるということです上野動物園によりますと二頭は生まれてから体重が6倍以上となり健康状態は良好だということです絶滅危惧種の赤ちゃん誕生に動物園は喜びいっぱいですバケツに乗せられ体重測定アメリカルイジェナ州の動物園で今月2日に生まれたバクの赤ちゃんです 主に南米に生息するベアードバクは、森林伐採など環境破壊によって絶滅が危惧されているんです。赤ちゃんバクは終始鼻をピクピク、キョロキョロと見回し、好奇心旺盛。繁殖プログラムで誕生した元気な赤ちゃんにスタッフの喜びもひとしおで、秋の一般客へのお披露目を目指しています。ハンマーでガレージの壁を壊している消防隊員。 アメリカ・オハイオ州の住宅で壁の隙間に閉じ込められた犬を救出しようとしているんです穴の中に腕を伸ばし手招きすると犬がひょっこりと顔を出しますこの犬は5日前から行方が分からなくなっていたんですがガレージの壁の隙間に落ちているのを飼い主が発見引き上げるのが難しかったため壁を壊すことにしたそうです犬にけがはなく飼い主と5日ぶりの再会を果たしました タイの交差点で水牛が猛烈突進パニックになりましたタイ南部の交差点で車やバイクが信号待ちをしていたところに突然、水牛が出現ドライバーたちは慌てて逃げ出しますが水牛は運転手が乗り捨てたバイクに突進し破壊しました。 さらに逆光逆走して逃げるバイクを猛スピードで追いかけて行きます投入さながらの様子ですが地元メディアによると怪我人はおらず水牛は麻酔状で眠らされた後飼い主が連れて帰ったということです破壊されたバイクは水牛の飼い主が弁償しました大分県にあるお猿の国高崎山自然動物園今群れを取り巻く大騒動が起きていますそれは 群れのメスザルが初のトップに目を閉じてくつらぐ姿はまるで女王様メスザルの夜景8歳人間でいうと20代半ば気が強いお姉さんです <laughs> 夜景の下告状が始まったのは今年3月お猿の婦人会会長だった母親に噛みついたのです 最初は揉めてたんですけども最後はあの娘の方が圧倒しまして、えー、もう悲鳴を上げて逃げるような状況ですそれからはいつも地位の高いオスが座る切り株の上で堂々と餌を頬張りさらに尻尾を上げてスタッフを威嚇、ね、すごい勢いあ尻尾を上げてるのが自分が偉いんだぞっていうあすごいです メスでこうやって尻尾を上げるのは非常に珍しいですしかしサルは体格やパワーも勝るオスが君臨する男社会なぜメスがトップになろうとしているのでしょうか考えられるのはオスザルの高齢化現在のボスはこちらの南中 人間でいうと80歳以上になります。以下4位までのオスザルもみんなおじいちゃん。体力的にも弱っており、闘争心のある夜景が目立つようになりました。メスが群れのトップになれば、高崎山では開園以来初めて。猿社会の動向に注目です。 フジテレビアナウンサーの内田玲奈です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。FNN プライムオンラインではテレビのニュースをもっと自由に、そしてオンラインにふさわしい形で皆様にお届けしていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。